試合後インタビューです。背番号2番柴田隼人選手、そして背番号10番、今日スタメン復帰、はい、おめでとうございます。はい、ぜひ赤杉光輝選手です。お疲れ様です。いや、まずはね、いろいろああだこうだなんだかんだありますけど、トーナメント勝ち残るのってね、うん、すごい大変だと思いますけど、おめでとうございます。ありがとうございます。最後まで抜かりない試合を見せていただきたいと思います。まず柴田さんから今日の試合振り返っていかがですか。はい、まあ、そうですね、やっぱ一発勝負ってところで、うん、やっぱ最初ちょっと難しさあった中で、うん、まあ、和田が決めてくれたことにより、うん、結構落ち着いたかなって思いますね。やっぱでも最初はやっぱ、まあ、でも自分たちのサッカー貫くってなって、もう最初からもうキーパーからつないでつないでつないでっていう感じで来てたんで、まあ、ミスするところもあったんですけど、やっぱそれをスタイルは貫いていこうかなって思ってましたね。はい、ジョニーさんどうでしょう、今日の球場っていうのは。そうです、まあ、暑さとグラウンドがあんまり状態良くないっていうのと、まあ、一発勝負っていうのは やりづらさはあったんですけど、まあ、しっかり勝ってたのが良かったのかなって思います。やっぱり相変わらずだなと思うんだけどさ、最初の加速すごいね。ありがとうございます。なんかね、スポーツカーみたいで、もうみんな、あ、ジョニーが帰ってきたってみんな喜んでてね。ありがとうございます。はい、あの柴田さん一番の見せ場のシュートが入らなかった場面なんですよ。ああ、はい、左足のシュートですか。そうそう、でもしかして。いや、でもチャレンジはすごいと思ったんですけど、外した瞬間にスタンドであの関係者の方が、はいはい、ごめんと謝ってスタンドが逆に柴田コールをする。いや、本当にすいません。うちの父親が本当にうるさくて、本当にマジで。いや、もう あれは別でね、あの23の私エンタメになってますけど。ジョニーさん家族の方はスタンドお越しにならないんですか。江戸くんの時はたまに来ます。キャラクターはまだしてないんですか。全然しないですよ。デビューする予定ないんですか。ないです。そうですか、はい、ありがとうございます。あの久しぶりというかね、あの佐賀で全国大会ありますけど、うん、まあ、ちょっと早いですけどね、全国大会の抱負とか希望みたいなものあります。はい、そうですね、自分サッカー人生で全国大会っていうのをやったことなくて、はい、全国に行ったことないので、うん、初めて行けるってなって、うん、嬉しさと楽しさとか、うん、いろいろな感情があって、うん、まあ、やっぱ優勝しないと意味ないんで、うん、ここ突破して、うんうん、まあ、優勝します。あ、ゲロ吐くぐらいサッカーできるから。はい、ありがとうございます。頑張りたいと思います。ジョニーさん、前者経験ありましたっけ。はい、あります。前の所属クラブとかで、ね、はいはい、どうですか、前者に対して何か。まあ、そうですね、まあ、チケツに行く行き方が増えたっていうのが、うん、やっぱ大きいかなと思うので、うんうん、まあ、しっかり準備して、ね、まあ、リーグ戦もここから勝って、はい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 、リーグ戦でもチケツの権利を得られるように頑張りたいと思います。うんうん、そうです、次は筑波、はい、はい、もうどんどんあれで、まだでもジョニーさんあれでしょ、自分のパフォーマンスの半分もいけてないって感じ。そうですね、まだ、はい、ね、全然、はい、まだ輝きますよ、このとこ本当ね、楽しみにしてくださいね。あのファンの方にぜひ、はい、スタメン復帰のこうお祝いの言葉を俺聞けと俺を祝えっていう。で、まあ、今シーズンまだ全然試合出てないんで、うん、はい、ここから頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。敵チームがびっくりするぐらいね。柴田さんどうでしょう、筑波戦。あ、筑波戦、うん、あ、そうですね、まあ、これ前者1回終わって、うん、まあ、次もうリーグ戦に切り替えないといけないんで、ここからもう毎週毎週リーグ戦があって、うんうんうん、あと土曜試合も結構多くなるんで。そうですよね、そうですね、はい、その後やっぱ金曜その仕事して、うん、まあ、土曜っていうので、まあ、コンディション調整がちょっと難しいですけど、うん、まあ、それも加味して、うん、まあ、そこの乗り越えていって、うん、優勝して、うん、チケットいきたいと思います。いいですね、はい、いただいてボール蹴ってね、はい、全国行こうね。そうですね、はい、ありがとうございました、はい、柴田選手そしてジョニー選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、試合後インタビューです。2名捕まえました。背番号11番、また小野助選手、そして背番号13番村上颯太郎選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すげえ、本当疲れてる。いえ、機嫌悪い。いや、そんなことないですよ。勝ってもね、嬉しいです。あ、よかったよね。まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。なんだかんでってトーナメントね、緊張感ありましたけど、どうでしょう、決勝まで勝ち残って勝ち切ったという。まあ、そうですね、課題もいろいろあるんですけど、まあ、トーナメントなんで、うん、とりあえず勝たないといけないんで、うん、まあ、それはまあ勝ててよかったかなとは思います。ありがとうございます。颯太郎さんは。いや、もう勝つことが全てなんで、うんうん、全国に行けて、うん、まあ、全国で、うん、1位取ることが目標なんで、うんうん、そうね、まずは全国行けて安心しました。前者出たことありますか。いや、ないです。村上さんもないです。あ、初めてですか。すごい、なかなかもうええっちゅうぐらい試合できますよ。確かにそうですね、うん、いや、楽しみです。まあ、あの今日の特に試合の内容なんですけど、先制点の場面か、和田選手、前節、前試合もね、
得点を決めて、はい、今試合も得点を決めて、また和田の時代が来たかなって感じますけどいかが、調子いいですかね。そうですね、だんだん、まあ、うん、いやでも今日の試合の自分のプレーを振り返ると、そんなに自分的にはまああの1点決めたのが良かったぐらいで、他はまあ別にそんな自分的にはまあ課題の方が多いっていうふうには振り返って思いました。曽太郎さんと左で大体こう組んで、あ、そうですね、あ、どうですか和田さんと。いや、もうやりやすいです、ね、結構2人でチャンス作って、はい、でこの得点も確かあれだよね、村上曽太郎選手と誰だっけな、高橋大選手か、まあ、なんか左崩そうとして、そうそう、はい、間に和田さんがボール打って、そうそう、一気にもうあれですか、あのペナに入った瞬間もうコース見えてたんですか。まあ、1回切り返した時に、うん、顔を上げた時に、まあ、キーパー出てるのちょっと見えて、うん、あ、まあ、打てるな、プレッシャーもそんななかったんで打てるなと思って、うん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 、でまあ入ったって感じです、うん、すごいね、あの瞬間さ、てか YouTube 止まっててさもうなんかラジオ聞いてるみんながどういうシュート、どういうシュート教えてダイジェストみんな見てくださいね。ありがとうございます。村上さんどうですか、今日のプレーは、自分自身のプレー。いや、もうこうがライン間に常にいてくれるんで、うん、本当にここに渡してあげるだけだったんで、うん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 、それは良かったかなって思います、うん、まあ、やりやすかったです、うん、そうだよね、はい、なんかリーグ戦にこう今後なんていうのかな、未来を感じさせるコンビネーションだよね楽しみです。頑張ります。はい、一回前者はこれで一回お休みで、次もう筑波、はいはい、そしてその次は栃木シティ、すごいのが来ますけど、リーグ戦への抱負いただければと思います。そうですね、まあ、まあ前者はとりあえず置いといて、うん、まあでもやっぱもっといろいろ突き詰めないといけない部分も多々あるんで、うん、まあ、そういうのを練習から突き詰めて、まあ、筑波しっかり勝てるように、日々の練習からやっていきたいなと思います。はいはい、相変わらずストイックだ村上さんは、まあ、電車一旦終わって、うんうん、リーグ戦になるんで、うん、まあ、リーグで1位取ることも目標の中に入ってますし、うん、まあ、そこは絶対負けられないと思うんで、そうですね、まあ、どんな形であっても勝ち切るってことが大切だと思うので、まあ、そこはちゃんと気持ちを持って戦って、毎試合毎試合1試合ずつ戦っていきたいなって思います、はい、ありがとうございます。今は皆さんならできると思いますので頑張ってください、はいはい、じゃあ日陰に入って今日体させてください今日すごい頑張ってくれたお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、ね、お疲れ様でした。お疲れ様です。まずはあの暑い中ありがとうございました。本当に23のためによく走ってくださって、はい、じゃあまずどうしようかな、光さんから、はいはい、まず今日の試合、振り返ってどんな試合になりましたでしょうか。そうですね、けどまあ1点目コウがスーパーゴール決めて、うん、でそこからまあこう膠着した状態が続いたんですけど、うん、まあ、チーム全員でこうつながりながら2点目模索して、うん、まあ、この男が決めてくれて、はい、で最後まあ僕もとどめで得点決めれたっていうところはまあプラポジティブで、うんうん、まあ、ゲームの運び的にはまあすごいよく運べたかなっていう風なゲームでした。今東さんから俺はどうなのってアピールが聞こえたんだけど、ないです。ありがとうございます。イエローコレクター、いやなんか最近よくもらってるね。すいませんあれ何なんか言っちゃったの。はい、ボソッと一言言って、はい、反省してください、はい、今ヒカルさんが、ね、おっしゃられましたけど、後半の、25分ぐらいかな、コーナーキックの場面、あれキッカーは誰、ユーガさんか、でユーガさんがコーナーキックをして、東さんがそらしたっすね。そらしたの、あれそらした先にユイさんがいるっていうのはもうイメージしてた。もう当たり前じゃないですか。あ、そうなの。嘘つけそうやな。俺は、いや、初めシュートミスかなと思ったんですけど。いや、もうでも多分あれ角度ないんで、うんうんうん、反らす方がいいかなと思って。あ、そうなんだ。引田さん、こう感じてました。いや、多分シュートミスやったと思うんですけど。言い過ぎでしょ。まあ、シュートミスするやろうなと思って入ったら、うん、ボール来たんで。じゃ別な意味でドンピシャだった。そうっすね。かっこよかったっすね。あ、そうっす。いつもね、ヘッダー、高い位置からのヘッダーだけど、結構低い方からね。そうっすね、うん。あんまないっすね。ね、ダイジェスト動画見てください、ぜひ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、それで2点目ということでね。で、最後に、30分の場面ですよ。ヒカルさんが押し上げて、真ん中でボール持って、あの時は何を考えてたんですか？いや、
特に何も考えてなかったですけど、結構フリーな状況でした。フリーで、まあ、右見て右も空いてたんですけど、うん、まあ、ボール浮いてて、うん、ちょっとルーズボールだったんで、うん、まあ、振ったら決まったっていう、うん、まあ、その前にちょっと外してたっていうのもあって思い切っていこうのかなっていう気持ちがあったんで、それ振ったらいいゴール生まれました、うんうん、いや見事でした。ありがとうございます。最後のガッツポーズもすごい。23の選手たちを代表してファンに向けて決意を見せるの、こんなね。ありがとうございます。最近も中心でね、この引っ張るのが慣れてますから、ね、さあ、そしてワイルド東選手はい今日の5時、はい、そこで笑ってる人はい、今日の試合のご自身のプレーについて。いやー、もう久しぶりにスタメン外れて途中からだったんですけど、さっき光くん言ったように2点目がなかなか取れてなかったんで、まあ、早い段階で2点目取るために自分の良さを出すっていうところは意識したところなんで、まあ、得点に関われたっていうのは良かったですけど、やっぱ自分でも取りたいんで、欲はもうちょっと出していこうかなと思います。はい、その欲はぜひリーグ戦ね、はい、来週から決まりますけど、筑波戦、これ誰に聞こうかな。じゃあまず筑波戦、ゆいさん、来週の関東リーグも始まります、ナイトゲーム、はい、はい、筑波さんって結構いろんなことが起こるんですよ。あ、そうなんですか。まあ、審判さんがこうレッドを出したかったりとか、PK を出したかったりとか、魔物が来るんですよ。はいはい、まあ、まあ、そういう難しいところもあると思うんですけど、うん、まあ、もう一回1週間やるべきことをしっかりやって、うん、いい準備して、うん、最高の努力をして、はい、迎えればいいなと思います。はい、頑張ってください。さあ、そしてその後栃木戦もありますよ。はい、はい、まあ、筑波戦、まあ、筑波戦栃木戦両方ともですが、関東リーグ全体でこの後のホップステップみたいな感じ。そうですね、もう6月末から、うん、7週連続ですか、多分8月の5日までリーグあると思うんですけど、うん、まあ、ここ本当大事な期間というか、まあ、どこも大事なんですけど特に大事な期間だと思ってるんで、うん、まあ、また23らしさっていうところを積み上げながら、うん、もう勝ちにこだわって結果にこだわってやっていきたいなというふうに思うんで、うん、まあ、全員で頑張ります。そうですね、気温も暑くなりますね。はい、そうで特に気温が暑くなったらこういう若手がねどんどん走ってくれるとね、やりやすいんですけど、どうですか。いや、僕夏弱いんで言っちゃうんだ、はい、ちょっと今年は告白できるように走りまくって怒られないようにします、みんな。いや、でも今日変わり一歩すごかったじゃん、ね、猛烈に、ね、追っかけて、あれ、いや、すごいじゃん、東すごい走ってるじゃん。あ、本当ですか。まあ、うん、それできなくなったらもう自分じゃないと思うんで、はい、嘘になって、ね、まあ、そこ夏も走り切れるように頑張ります、はい、はい、頑張ってください。はい、じゃあこの3人で夏の男3人衆でね、23の、リーグ戦もね頑張ってください、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。